はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは、スプレーサンダルです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。またまた外に出てきましたよ。山の中ですが今日は何を紹介したいかと言いますと、はい、前回スノーシューを紹介させてもらったんだけど、はい、バックカントリーに使うこのスノーシューをどういう風に履いてどういう風に使うのかっていうところを、はい、ちょっと細かく説明したいと思います。いいですね。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。これね、スノーシューね、はい、これ MSR のライトニングアッセントってやつです。はい、去年一昨年からこのあのシリコンネットに変わってね、もともとは3本のストラップだったやつなんだけど、はい、さらにアップグレードされてます。はい、はい、MSR のスノーシューの中では最高峰っていう感じのやつかな。これまずつけますね、これ、ね、はい、これ一応こっちにこう L、R ってライト、レフトっていう右左がちゃんと書いてあるんですね、うん、決まってますんで、はい、はい、つま先側のストラップをちょっと緩めて、はい、これ最初にこうサイズを合わせておいてもいいかなって気もするんだけど、あー、なるほど、そう、つま先入れて、はい、こう入れてこう先端のこの金具のところまでぴったりノーズを合わせて、はい、で両サイドのストラップをこう引きながら締めるっていうね、ギュッと、これちょうど引っかかるようになる。はい、はい、で余ったやつはこの中にこうシュシュッと入れてしまう。あ、入れるところが、そうなんですね、はい、これ両方やりますよ。引っ張って引っ張って止めるっていうね、はい、はい、でこうつま先完了、はい、はい、で今度かかとは、はい、これ外して、はい、かかとのところに引っ掛けて引っ掛けて引っ張って止めるね。お、はい、オッケー。で余ったやつはまたこのループの中に入れて、さっきと同じですね、はい、これで終了。あ、これで完了、はい、お、意外と手軽です、ね、意外と簡単なんだよね。へー、これ結構ストラップ多いやつって結構多いのありますよね。もともとはここね、2が3本のストラップだったんで、もう全部締めてとかっていうのが結構大変で、それは今でも出続けてるんだけど、はい、これは新しくなった改良版ね、はいはい、ライトニングアッセントです。はい、はい、また左足も履いて、はい、ちょっと歩いてみたいと思うんでちょっと準備します。はい、はい、はい、切りました。はい、ザックをしゃべります、はい、バックカントリーは、はい、その前に体温調節がとても大切だって言ったと思うんですけど、おっしゃってましたね。そうそう、ジャケットは、はい、上り出しは寒いから着ててもいいんだけど、途中ですぐ体温調節とかで、はい、ジャケット脱がなきゃならない。やっぱり汗かきますよね。そうなんです。で結構多いのが、はい、このノーズにジャケットのフードかけて袖をこう縛ってジャケットノーズにかけてるっていうのを見たことあります。そう、自分の中では、はい、あまり良くなくて、はいはい、そう、なんでかって言ったら、はい、板の先端が重たくなるから、はい、ちょっと触れただけでも、あ、なんかお釣りっていうか、なるほど、そう、揺れちゃうんだよね、重心が高くなると。そうなんですよ。なんで自分は、はい、もう畳んで丸めてビンディングのストラップの中にすぐ取り出せるようにジャケットをここにつけちゃうんだよね。へえ、これとても便利で、はい、じゃあ下の方がいいんじゃないですかって言ったら、はい、下の方こうザックをザクって刺したら、はい、雪まみれになっちゃうから。確かに。そう、ここの上の位置の方がまだいいかな。なるほど、うん、確かに今もうこの現在でやっぱり雪に触れちゃってますもんね。そうなんでね、うん、ちょっとしたワンポイントアドバイスは、はい、ザクしておいたいと思います。はい、バックパックは、バートンの AK の33リッターっていうザックを使ってますね。はい、はい、で腰のハーネスとチェストハーネスしっかり締めて、しっかり締めて、はい、こんな感じのスタイルになります。はい、OK、はい、そしたらポール持って、あ、このポールは、おっと、カング、カング、はい、三段ポールのね、これ調子いいんだわ、また。しかもカラーカスタムしてるし、これあのオフィシャルじゃないからね俺勝手にやってんだけど歩く長さっていうのも、はい、こうポールボードって言って漕いだりとかするときは長い方がいいんだけど、はい、登るときはもう男の人で自分で身長170センチちょっとで、はい、まあ、110から120ぐらいかなっていう。ああ、なるほど、まあ、長い方がこう腰の近くにグリップがあってで、はい、力が入りやすいっていう場合もあるし、はい、うん、まあ、前につくっていう本当杖みたいな感覚で使ってる人もいるからちょっと個人差あるんだけど。なるほど。自分はだいたい110から115ぐらいの間で使ってます。はい、はい、とまず歩いてみたいと思います。はい、あの平地のところは、はい、もう普通に足を上げて歩く。はい、はい、これ
今ここまで来るまでさっき壺で歩いたけど、はい、全然違うね。まあこのスノーシューのこの面積で雪をキャッチすると、まあ、これでも沈んでるけど、はい、多分3分の1ぐらいしか埋まってない、ね、いやー本当にさっきここに来るまでがもうそうなんだよ。おじさん2人ヒーヒー言いながら危なくスプレーチャンネル終了になってこれ最高でしょ。これ歩く時のなんか足の運び方のコツとかってあるんですか。そうだ、あの要は足の大きさよりも、はい、スノーシューの面積の方が広くて大きいから、はい、スノーシュー同士をこう踏んづけちゃったりとかするんだ。あ、はいはいはい、そうするとこう引っかかってつまずいて転んだりとかするから、はいはい、なんとなくこうちょっとあまりにも足を広げて歩くっていうわけではないんだけど、はい、ちょっと足を離して歩くっていう意識はあった方がいいかもしれないね。気持ち広めにっていうことですね。そう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 、うん、あとガニ股の人よりは内股の人の方が引っかかりづらい、はい、あ、そうなんですね。そうそう、なんでかって言ったら、はい、こうテールに長いじゃん。長いですね。そう、ガニ股の人ってこうやって歩いたらテール踏んづけちゃうんですよね。確かに。そう、だからちょっと気持ち内股っぽい人の方がテールがこう離れてーテール踏みづらいっていうね。確かにノーズよりもテールの方がやっぱ長い、ね、そうなんですね。そう、これはさらに25インチっていう長さだから、はい、さらに長いんだけど、はい、大きけりゃいいってわけではないんだけど大きい方が沈まないっていうね。なるほど。そうなんですよ。ここはねヒールリフターって、かかとをこう上に持ち上げる、斜度があるときはこれを上げて、はい、足が平行になるような感じの位置で登れるっていうね、はいはい、そうですね。こういうヒールリフターもついてます。はい、はい、いやー本当に雪の中を歩くってこのスノーシューがなかったら本当にマジ無理だからね。無理ですね。まあ、バックカントリーには必ず必需品っていうか、はい、絶対必要だっていう。そうですね、うん、まあ、スプリットボードかこのスノーシューかっていう感じなので。そうですね、これからのバックカントリーを始める方とかスノーシューをこれから買うっていう方はぜひこれを参考に。そうですね、こんな感じで使うんだなっていうのをイメージしていただければと思いますね。じゃあ最初本当にしっかり締めとかないと、はい、こう後でストラップが外れたりとか足抜けかかったりとかするから、はい、まあ、何でもそうだけど最初が肝心ね。はい、いや俺もう一つ紹介したいことあるんだわ。はい、なんか山って寒いでしょ。寒いですね。鼻水出るでしょ。出てます、ね、今出てます。出てるでしょ俺大丈夫か。出てない。大丈夫です大丈夫です。エスト的に大丈夫て鼻噛みたくなるでしょ。なりますね、うん、ポケットティッシュとか持ってるじゃん、はい、みんなね、はい、こう鼻噛むしょ。はい、また可愛いの持ってますねあ、ツム、ディズニーツムツム。ディズニーツムツム。男らしくこう手鼻パコはチッって行きたいとこだけど、やっぱこう、鼻噛みたいしょ、こう。はい。これどうすんだってなるでしょ。なります。なんかちょっとポケットとか入れるの嫌じゃない。なんかそうですね。濡れてボロボロになって、もしかして洗濯してまたね、お母さんに怒られたりとかするから。お母ちゃんに怒られますね。これね、これ、あの、チョコレートの、はいはい、食べ終わった袋なんだけど。おお。これ、しかもこれ、あの、ジップがついてて、わかる。あ、はいはいはい、売ってますね、こういうの。そう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 、これゴミ袋っていうか。頭いいこれ捨てないで、はい、そう、これにこうビッてやってでまた戻して、まあ、これパンパンになったら捨てればいいじゃん。あ、そうですね、うん、で行動食で大体こういうチョコレート類とか、はい、クッキーとか買うじゃん、はい、なんかこうジップがついてるやつを探して買っちゃうんだよね。なるほど。食べ終わったら袋取っといて、はい、ゴミ袋にするっていう。へえ、うん、なんかポケットに入れなくてもなんかね、ザックにそのまま鼻かんだティッシュ入れるのもちょっと嫌だし。嫌ですね。これ覚えとこうそうそうそう。そしたら、はい、スノーシューを片付けてバックパックにつけてみるっていうところを。はいはいはい、これ気になりますよね、はい、そうなんだよね。まあ、ちょっと軽く雪ほろって、はい、でつけるのは、はい、こう合わせた時に、はい、こういうこうカーブになるわけじゃないですか。なりますね、うん、これがザックの形にそぐうような感じでつけるのが一番理想かなって気がするんだよね。あー、そんなこと考えたことなかったな、まあ、適当につけてた。なんかね、こう刃がそっち側にむき出しになるから、はい、人にぶつかったら危ないからっつってなんかこうつけたりとか、はい、うん、こうつけたりとかする人もいるんだけど、はい、うん、山で人にぶつかることもあまりないので。確かに、うん、ザックのカーブに合わせてつけてあげるといいんじゃないかなって。いや、でも確かにこれの方がより密着してそうつけやすいような気がする。なんかね、ガイドさんでもこう転んだ時に逆に向いててそれ引っかかってスノーシューグニャって曲がってる人いたって
聞いたことあるね。そう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 、まあそういうこうね故障の原因にもなるので、これだと曲がりようないですね。そう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 、まあザックになんとなくこうそぐうような感じになってるので、はい、うん、これ止めるのは上の方と下の方のバックっていう、スノーボードを止めたところにスノーシューをつけるっていうだけなので、はい、うん、しっかりこうスノーシューが動かないような感じのところでガチッと止めますよ。これって結構きつめに止めた方がいいんですよね。そうだね、ブラブラしたら、うん、そうそう、それだけで体力的にもそうストンって落ちたりとかするし、あと揺れてもダメだから、はい、うん、こう しっかりついてるのが、ね、あ本当だ、いいと思いますね。しっかりついてる、はい、で板履いてこの状態で滑る、はい、まあ、てな感じで、はい、登る時のスノーボードをつけて、滑る時のスノーシューをつけてっていうところをちょっと一連の流れで説明しましたよ、はいはい、まあ、スノーシューを使っていろんなところを歩いて、ここ俺たちしか滑ってないみたいな感じのプレミアなところもあるわけですよ、はい、まあ、安心で安全でバックカントリーを楽しんでもらいたいなと思いますよ、はい、以上スノーシューの取り付け方紹介しました、はい、それでは良いシーズンを、またありがとうございます。